おやすこんにちは、メリーです。ツイッター見てたらツイッターバグりました。皆さんも多分、もうこの動画が出る頃には治ってるのかもしれないですけど、今、7月16日の午後23時25分って感じですね。11時半の頃ですけど、黒飛びの編成をいろいろバーって見てたんですよ、ツイッターの。みんなが裏まんじとか、こう、潮流とか奥潮流とか、クリアしましたみたいなのバーって見てて、おすすめサブをね、探してたんですけど、なんか、それしてたせいか、ツイッターが止まりましたね。うん、すいませんね。はい。はい、ということでですね、まあ、大体見切ってたので大丈夫です。ということで、まあ、僕の意見踏まえつつの、皆さんが黒飛び編成で何が使われてるのか、よく何を使ってるのかっていうところで、今回はもう本当によく使われてるおすすめサブ、キャラを11体かな。11体ほど紹介しようかなと思います。まあもう1体増やせなくもないけどぐらいなもんがいたんですけど、ちょっとまあ厳しめで抜きました。なので今回は11体ほど、紹介します。皆さんどれ持ってるかなって感じですね。はい、ということでいきましょう。まず1体目、ジョイラの進化前でございます。というところで、覚醒無効解除枠、剣スキブの多さと、回復泥鏡と、あとまあ耐性埋めですね。お邪魔と毒とっていう、あ、ごめん、お邪魔と、操作負荷かっていうところで、2つの耐性を埋めながら、スキブをね、6個埋めれたりとかできますよと。で、回復泥鏡もあるので、回復力も確保することができて、かなり優秀と。で、スキルは覚醒無効解除。ちょっと重たいっちゃ重たいですけど、覚醒無効とか解除するのに8ターンは重たいんですけども、まあ、泥鏡とかヘイストとかありますよみたいな感じで、意外と、高難易度攻略も8ターンでどうにかなったりするので、まあ、最近のダンジョンとかはね、そんな頻繁に来ないんでね。っていうところで、ジョイラーを入れてる方は結構多かったように見受けられました。ので今回は採用とさせていただいております。はい、ということで1体目がジョイラでした。次2体目いきましょう。はい、2体目、ユキネですね。これは僕も使ってるね。評価めちゃめちゃ上がったね、今回の件でね。っていうところで、武器がもともと評価されてたんですが、バインドスキブ3つの23ターンにヘイスト変身キャラですよと。変身ターン軽いのいいですね。で、変身すると、バインド指プラ、雲、操作負荷。ここがね、評価高いよね。雲と操作負荷を自分で補えてるのは強いのと、で、火力枠にもなれるんですよね。10強4つで火力枠になりつつの、潜在も8枠触れて、なおかつ第3属性まで水を持ってるというところで、しかも3ターンスキルが、操作時間2倍と無効貫通。で、水、光、闇回復というね、水と闇をちゃんと作るルーレットを作ってくれますと。うん、ルーレットの上書きにも強いし、普通に無効貫通と火力枠としての採用があるというところで、雪音ね、確定購入でもないので、ちょっと持ってる方っていうのはだいぶ限られちゃうかもしれないんですけども、まあ引けたよって方はね、採用してる人多いんじゃないかなと思いました。ということで雪音が2体目でした。次行きましょう。はい、続いてカリンドラゴン。これはもうほぼ格で入ってると言っても過言ではない。なんなら2枚入れてる編成も結構見受けられたかなっていうところですね。これさ、最近始めた人した、最近始めた人はさ、取れねえよってなってマジであれよね。もう本当に困ると思う。運営さんね、これ常設で置くべきだと思いますよ。本当に。前のなんかの動画でも言いましたけど。バインドスキブ4つの封印の10強2つの 2way プラス2つのボイスがあって、まあ、冬持ちにできますよと。2way での火力がかなり高いですね。で、3ターンの無効貫通キャラですね、というところ。まあ、無効貫通なので、まあ、雪音と合わせて入れるのもありだと思いますけど、カリンドラゴンが入ってるか、雪音が入ってるか、みたいな無効貫通枠。もしくは、まあ、両方入ってるか、みたいな感じだったかなっていうところですね。はい。2ヘイストしながらの進化スキルも優秀で、で、その後に無効貫通打っていけるよっていうのもかなり強いですね。副属性を闇にしてあげることによって、副属性もしっかり火力を出せるので、ワルリン武器とかがやっぱりここでまた評価を上げてきてるっていうところになってます。はい、ということで、じゃあ次行きましょう。はい、続いてグリゴリーですね。これもね、なんやかんや入ってる人が多かった。多分交換できたっていうところもあって持ってる人が多いんだと思います。うん、普通に火力枠にもなりつつ強いとは思いますね。10強が超覚醒込みで4つとか、スキブは最高6個にできるお邪魔耐性持ちの軽減ループキャラですね。もともとその HP も高いですし、潜在も8枠触れるというところで、で、青天井倍率になるので、副属性闇にしてあげるというのもよしで、火力も結構出るかなっていうところですよね。うん、水生成もまあ相性的にもいいかなと思いますし、軽減ループといえば、せっかかアテンか、まあグリゴリーかみたいなところになってくるんじゃないかなと思いまして、まあ火力枠になりつつ結構優秀なキャラにはなってるんじゃないかなと思いました。はい、ということでグリゴリーでした。次行きましょう。はい、続いてちょっと名前を先ほど出しましたが、アテンくんですね。フェスゲンなので結構昔からパズルやってますよって方は1体ぐらいは
ちょっとこれはもう見せちゃいけない量いたわ。1体ぐらいはいるんじゃないかなと思いますけども、冬持ちで10強2つでまあ火力はそこそこかなっていうところ、最近もう250分の1とか400分の1になってくるとさすがにっていうところはあるけども、まあまあそれなりの火力が出るよぐらいだもんですね。火薬泥鏡を埋めつつの潜在も8枠触れて軽減ループできますよと。まあ自己炎波もあるんでここ込みだったらまあまあ火力出るかなって感じですかね。はい、っていうところで、回復泥鏡込みで、軽減ループやってくれるキャラクターで、自身がバインド耐性がないんですけども、まあ、聴覚性にバインド耐性つけて、武器でヘイストだったりとか、遅延だったりつけれるっていうのが、こいつの特権になってくるかなとは思いますね。はい、ということで、アテン君でした。次行きましょう。はい、ちょっと名前も出たので、セッカ。で、最初11体って言ってたんですけど、12ですね。セッカをなぜか入れてなかった。今気づきました。セッカを入れてなかったことに。なんか当たり前すぎてもはや入れてなかったっていうのがあって。はい、セッカですね。これは入れなきゃダメだよ。忘れるとこだった。封印2個のスキーブ2個の15ターン変身にヘイスト。変身すると封印2個の、泥鏡回復で2つプラス持って、冬を持って無効貫通って10鏡2つの、操作浮かですと。まあ、封印耐性がなんか多いですけど、バインド耐性がないので、バインド武器を使う必要はあるのかなっていう感じですね。まあ、さっきのアテン君と同様に、回復泥鏡を盛りながらの軽減ループで冬持ちですよという感じになってます。操作負荷を補っているのが地味にありがたいっていうところですね。で、セッカの一番の強みは、操作時間と回復力をちゃんとここでカバーできることですね。その辺の枠も全部こいつがやってくれる。だから操作時間回復力対策っていうスキルを別途他のキャラクターで用意するっていうことを しなくていいというところで、せっか入れときゃとりあえずいろいろ完結できるよねっていうところで、まあ最強サブ間違いないでしょう。間違いないでしょうというところになっております。はい、ということでせっかでした。次行きましょう。はい、続いて花嫁エルシャです。バインドスキブの水コンボ強化が3つの14ターン3ターンヘイスト変身ですね。うん。だからまあ実質スキブ4ですよと。で、変身するとバインド、暗闇貫封して指プラって回復泥鏡がプラスで2つあって、7強プラス L 字プラスの水コンボ強化プラスで2つですね。だから水のコンボの火力を上げてくれてるような感じで、スキルでの採用が多いですね。3ターンスキルで1ターンの間は無効貫通と回復力と操作時間 1.5 倍。ということで、まあ、セッカがやってくれてる枠なので、まあ、これだったらセッカを他の軽減ループのキャラクターにして、操作時間と回復力をエルシャがやってくれて、みたいなこともできるかなって思います。無効貫通枠でね、まあ、無効貫通枠誰入れるか問題って感じですけど、カリンドラゴンか、エルシャか、もしくは、雪音か、みたいな、まあ、そういうところがかなり優秀な枠にはなってくれるんじゃないかなと思います。L 字もあるので、アシスト無効とかも返す潜在をつけれたりとか、暗闇も貫封できてるし、初手のヘイストも強いし、回復力も回復泥鏡で持ってくれるしで、まあ、かなり優秀な枠にはなってくれてるんじゃないかなと思いましたね。はい、ということでエルシャでした。次行きましょう。はい、次ソニアクレアですね。まあこれは多分ビオーネを持ってない方が代用で使ってるんじゃないかなと思ったけど、結構やっぱり入れてる人が多いかなって思った。うん、この間どっかのタイミングで強化が入ってね、だいぶ優秀になってるんですよね、このキャラクターも。スキブは4つありますよ、冬持ちになってますよと。で、操作負荷とか L 字とかをまあ聴覚性でつけれたりします。で、7強プラ2つの L 字プラスで、まあアシスト無効をつけてあげるのが強いかな、アシスト潜在ね。はい、で、HP が高いね、1万1000ある HP あって、9ターン打てるジンが込みの、覚醒無効解除枠って感じですね。ちょっと重たいのがネックなんですよね。ビオーネ4ターンでやってのけるので、そこがかなり強いっていうところがあるんですけども、まあちょっと耐久とか挟みつつ、さっきのジョイラが8ターンで回るっていうところなので、まあソニアクエア9ターンってちょっと重たいですけども、まあそれでも活用していけるって感じですね。相当頻繁に覚醒無効とか来ない限りは大丈夫かなと思うし、まあ最近回復花火とかね、そういうギミックも増えてきてますので、まあその辺とかの対策として持ってたら強いかなっていうところですね。ここに来てね、通常のパズドラオリジナルのフェス源の評価が上がってくるのはかなりいいと思います。はい、ということでソニアもね、結構昔からいるキャラクターなので、まあボックスの中に1体ぐらい眠ってる方はぜひね、極性させて使ってみてはいかがでしょうかというところで、かなり優秀なサブにはなってくれると思います。はい、ということで次行きましょう。はい、続いてアルバートですね。ジンがない覚醒無効解除枠っていうところですね。強さとしてはやっぱ指の多さかな。黒飛び編成、意外と指が短くなりがちだったりするので、まあパズパスバッチ、指バッチにするでもいいんですけども、まあ HP せっかくなら盛りたいっていうところが高難易度だとあると思います。っていうところで、指を自分で補いますよっていうアルバートですね。これ指3秒分盛るからね、かなり強い。で、スキブもあって、暗闇耐性もあって、L 字でアシスト無効も返せて、で、スキルは5ターン出てる、回復エンハンスとか水属性エンハンス、この辺のデバフも返しながらの覚醒無効と消せない状態の解除というところになってますね。うん、アルバートもね、
体持ってる方は結構多いと思いますので、まあ、所持率の高さから使ってるユーザーも多いんじゃないかなとは思いますね。ただ、覚醒無効解除枠で、ジンが返せないっていうところがあるので、まあ、ビオーネとかソニアとかと使い分け、ダンジョンによって使い分けにはなってくるかなとは思いましたね。はい、ということでアルバットでした。次行きましょう。はい、次、ビオーネですね。まあ、チラチラ名前が出てましたけども、まあ、こいつは持ってたらとりあえず入れたいキャラだね。封印スキブ3つあって22ターンの3ターンヘイスト変身。変身すると、封印暗闇完封、回復ドロキョープラス、無効貫通、10強3つに L 字が2つです。まだ伸びしろありますねって感じですね。で、L 字でアシスト無効も返せますし、回復ドロキョーも漏れるし、暗闇も完封できて、初手のヘイストでスキブ枠にも慣れて、4ターンで出るジン込みの覚醒無効と消せない状態解除。バインド回復はできないので、覚醒無効からのリダフレバインドがちょっと、まあ、弱点というか、まあ、それは対策してあげる必要が出てくるかなとは思いましたねっていうところですかね。ソニアはね、バインドも返せるんですよ、確かね。っていうところで、まあ、その辺は違いがあったりはしますが、まあ、最近ちょこちょこ来るんですよ。うん。覚醒無効からのリダフレバインドみたいな。まあ、その辺を返すことはできないよって感じですね。はい。まあ、その辺がちょっと、使ってて気にはなったぐらいですけど、ただ人枠はやっぱ強いっすね。回復花火とかの対策できるの強いね。どうしても黒百合とかグランエルブとか軽減貼るのに色を決めなきゃいけないですよね。っていうところで花火やられちゃうとさすがにダメみたいなところがあったりするので、まあその辺の対策としてはかなり強い。相性もいいしね、人の本でっていうところですね。まあ留学士今来たら絶対留学士これ確定購入だよね、確か。これ買う人多いと思いますよ。はい。っていう感じですね。ということで次行きましょう。はい。ということで、こっからは属性も水ですらないです。でも、多分入手難易度の低さから使ってる方が多いし、もう普通に強いので入れてるって感じですね。アマテラスドラゴン。黒メタルのドラゴン、先月のやつです。先月のやつですね。回復ドロキョーを持ってますよと。2way で浮遊持ちで何だったら火力も出すことができるよと。で、18ターンで打てるスキル2ターンヘイストの、6ターンで打てるダメージ半減2ターン継続と覚醒無効と消せないとバインド回復っていうところですね。まあ、このスキルは最近の環境ほぼほぼ必要になってくるよね。ボスの発狂がまあ強いのでダメージ半減は欲しいし、まあ、覚醒無効解除なんていつの時代も欲しいしっていうところですよね。副属性水付与してあげて、使っていくのがかなり強いというところになってまして、意外と使ってる方も多かったので、まあかなりおすすめのキャラクターにはなってくるかなと思います。はい、副属性水吹きあって覚醒無効解除枠がいいのいないなって方はね、ぜひアマテラスドラゴン持ってたら使ってみてください。次行きましょう。はい、ラスト、鳥を飾ってくれるのはラフィーネですね。うん、これも水じゃないんだけど、水を付与してあげて、黒飛びまあ1枚でいいよみたいな編成にしてくれるようなキャラですね。4色の攻撃強化は死にますけども、ルーレットとサブエンハー、操作時間延長のループをしてくれて、黒飛びで青天井倍率なんでね、毎回高い倍率を安定して出せるよみたいな感じのことができます。で、僕もなんかの編成で、裏千住かな？黒飛び1枚編成で使ったのは。サブにラフィーネ1枚かませて、フレンド枠だけ黒飛び、サブは入れないっていう使い方をしてあげたっていうのがありましたね。うん、だから黒飛びが1体しか、まあ、確定購入しか買えなかったフレンド分自分で出したいって方は、ラフィーネをサブに入れてあげて、フレンド枠は自分の黒飛びを出してっていうことをしてあげると、結構やりやすいんじゃないかなとも思いましたねっていうところですね。うん。まあ、副属性水吹きでいいのあるよーって方はね、使ってみてはいかがでしょうか。はい、すいません。まあ、プラスアルファでちょっとこいつも紹介したいなっていうキャラがいて、ミナカです。はい。なんでかっていうと、スキブが、これがプラスになるキャラクターなんですよね、こいつ。今後のアップデートで。で、スキブが6個になりますよと。回復ドロキョーもプラスであって、で、指問題も2秒解決してくれて、潜在も8枠触れて、ダメージ半減2ターン継続と、あとは闇を関係なく消したりせずに水と回復の生成ができて、ダメージ吸収が無効化できるっていうね。かなり強力なスキル持ち、最近欲しいダメージ半減も持っておりというところで、スキブ6で L 字も持ってるからアシスト無効とかも返せたりすることができるので、今後評価がどんどん上がっていきそうな気がするので、まあ今はまだそんなに、まあちょこちょこ入れてる人がいたけど、そんなすごい使われてるわけではなかったんですが、ちょっと今後、多分ね、評価がね、どんどん上がってくるんじゃないかなと思いますので、ミナカね、採用させてくださいっていう感じですね。だから合計は13体になったかなっていうところにはなってますけども、まあ12体プラスアルファみたいなサムネにしとこうと思います。ちょっとこの絵はミナカ、注目しておいてもいいかもしれない。うん。っていうところですね。もし持ってる方はね、使ってみると、普通にまあ、スキブ5の現状でも強いと思いますけどね。うん。指短いですよっていう問題があったじゃないですか。その辺もやっぱ解決してくれてるのはでかいかなとは思いますね。はい。
ということですね、多分強化で L 字とかもプラスになると思いますので、留学士復刻も期待しながら待ちましょうというところです。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございましたと。バイバイ。